今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気だ。元気ですさて、お二人はお家をリフォームしようって思ったら、はい、どんな風にリフォームしたいですか。いやしたいね。今マンションの中でもリフォームしたいと思うし、はい、もう実家もそうだね。どんな風にって、まあ緑があって床はもう綺麗な、それに合ったフローリングでっていう自然風にしたいね。あ、いいですね。固定的に。はい、あ、いいですね。落ち着く。これの問題ですなるほど結構かかりますもんね、緑もね。かかな。私はお部屋の中をリフォームしたくて、もうズボロなもので、皆さんも結構ちょっと思う時あるかもしれないんですけど、もうソファーの周りに全部置きたい。あ、何、動かなくていいように動かなくていいように。もうダメだね、それリフォームなんですよ、ね、なんか必要なもの全部置いて、でいらなくなったらこうシューって下がる、こう作ってください。汚れが目立たないってやつね。そうです、そうです。開発から必要、開発をお願いしたいです、はい、気持ちから変えていかなきゃいけないと思いますおっしゃる通りでございますということで、今回最初にご紹介する企業様なんですが、お家のリフォームをお客様とのいいコミュニケーションが取れなければ、お客様に満足していただけるものは作れないと考えているこちらの企業様です。住まい、それは生活の基盤である。思いを形にするリフォームのプロ集団がここにいる。株式会社たくみ代表取締役清水博之。千葉県柏市を中心に建築、リフォーム、ソーラー事業を展開しており、質の高い職人を要したリフォーム実績はなんと5000件以上。また株式会社たくみでは環境活動にも参加しており、個人ベースで電力を作り出すことができる太陽光発電の普及に取り組んでいる。リフォームへのこだわり、社会貢献について清水博之に話を聞いた。建築とか作り上げていく、そしてその住んでるところをするわけですので、ちょっとこうできたものを見せて、あ、いいでしょうという買い物ではないので、できた後にですね、そのお客様の満足度がありますんで、多少はそこでちょっと不満に思う時があってもですね、最後まで満足度を追求しております。そこが、まあ、他と違うわけではないとは思うんですけれども、当社の大事にしているところであります。こう満足度につながってくると思うんですけど、たくみさんはこう対話を大切にしていると、はいはい、伺ったんですけども、はいはい、私もちょっとこの自分の人生観というものをお客様とすり合わせをすると、人と人とのつながりから始まっていくものなので、その対話というのは、スイミングをさせていただいています、ちょっと股関節を痛めているので、正座がちょっとできないんで、こうあぐらをさせていただいてます、はい、でちょっと競技に出てるので、はい、何水泳ですか。水泳なんです。はい、そうなんです。でそういうやはり会話を楽しんで、でお客様とその共通点を、きちっと理解して、で、ヒアリングをしている際に、お客様が、何をこの求められているのかをキャッチする、そういう対話を大切にしております。たくみさんの技術的な面での特徴っていうと何ですか。はい、その職人さんもですね、熟練した方々で構成しておりますので、若い方もこれからどんどん来てほしいんですが、今現在ですとやはり、真剣勝負の仕事になりますので、特徴としては個々のですね、専門分野の方々がその専門的スタンスでですね、必ずその施工をですね、仕上げると、そういう仕組みにしております。スペシャリストで、スペシャリストです。お客様とコミュニケーションを取る中で、ライフスタイルに合った本当に必要なリフォームを提案し、数々の施工を経験している技術の高い職人が、当たり前の作業をきちんとするを理念に、一切手を抜かずに作業している。そんな匠が新たに取り組んでいる新しい住宅の形とは。
比較的建物というものエネルギーを必ず消費していきます。それを少しでも低くして、で建物の価値を上げて10年20年30年、そして次へ継承できる建物、化石燃料やそういうものをあまり使わないような、うん、住宅作りを、うん、それを低燃費住宅と。はあ、そういうことですか。はい、まだまだその低燃費住宅に関しての、うん、概念というのは、まあ、専門学識経験者の方はたくさんお持ちになられているんですけども、うん、まずは私としては費用を削減したですね、うん、形でですね、このランニングコストを抑える、うん、そしていい、ものづくりをですね、はい、やっていこうと考えています。たくみさんでは社会貢献も行っているんですよね。私が盲導犬のですね協会に入っていますので、そういう柏ではそうですね10年前では1頭ぐらいしかいなかったとその当時聞いたんですけども、だいぶ今頃はこの増えてまいりましてね、そういった方々にもですね、暮らしてよかったなという家づくりも提供していきたいなと。地域づくりにもつながりますしね。つながります。本当そうですね。そうそうそう。株式会社たくみでは家庭・オフィスでの省エネ行動に役立つ情報発信を目的とした柏環境フェスタに参加するなど積極的に社会貢献を行っている。そんな匠を率いる清水の経営論とは。この時の使い方ですよね。今、まあ、はめてる時計は、これは、こう自分で巻く時計なんですね。比較的こう第一線でね、はい、やってる時はもう1秒たりも狂わないね、うん、そういう性能を求めていたんですけど、多少もう狂ってもですね、はい、自分で巻き戻したり進めたり、はい、そして、その時をですね上手にやはり使おうと、まあ、先ほどの水泳に関してもそうなんですけど、ね、この体自体も、まあ、健康であるというか、そのための時間、そして会社でですね困っている、そして悩んでいる仕事、それを解決する時間、そして自分時間をこう入れてですね、時間をまあ大切にさせていただいております。若い時はやっぱりダーって働いてきたっていう思いもありますか。もうすぐ来いって言ったらすぐカッと来てすぐ行きました。やってやってきたところに今、そうじゃなくてって時を刻んでいこうっていう、やっぱりそのグッとこう逆ですかね。そうですね、出てくるもんですかね。やっぱりね出てきてますね。まあ、自分を見つめ直すにはもう一度時間を振り返って、まあ、上手に使えれるようにはしていきたいと。笑顔が素敵だったり、ね、悔しいけど頭がスカッとしてたりねね、でも本当、はい、本当そうですよね。魅力ある方ですよね。はい、いやもうまだまだですね、成熟なんてもう考えていないので、本当に死ぬまで元気と。あ、85ぐらいまではですね、バチッとやろうかなと。それ幸せですよね。やろうと思えばできるわけですもんね。できます。チャレンジですけども、自分で起業されて自分で何してっていう場合はそれできますよね。こけることは考えないわけです。はい、今日の一日も、そして1週間の使い方も、はい、将来も常にどうやったらできるか、ということをですね、常に、まあ、24時間じゃないですけどね、はい、考えて実行する、難しいことですけれども、やっていきたいと思います。それ楽しんでますよね。楽しんでますね。楽しんでますよね。なんかもちろん苦しい負担なこともあるんだろうけど、何かこの生き生きさが持っていくね、それを。それは昔はポジティブということをしてたんですけど、でもそうでもないように感じ出しましたね。今はあれ、生き方として曲げないという、生き方も曲げれないから、多少ご迷惑をかけている方々もいるんですけれども、いると思いますけれども、まあそこでももうある程度は曲げないようにしていこうと。先方の方から、その受けてる方から、清水さんはどうせ言ったら聞かねえからとか、どうせ曲がんねえからっていうのはもう分かってるよ、相手の方がね。お客様に対してはいろんなことは違うかもしれないけども、そうなんでしょうね。そうですね。
清水さんが考える、はい、うまくいく経営のポイントって何ですか？スタッフ、働いてる人が、うん、ここの会社巧みにいて俺は良かった、私は良かった、うん、まあお客さんも頼んで良かったと思ってくれるのももう第一なんですけれども、はい、やはりお客さんと話している時にはお客さんの満足度を叶えるのにはやはりスタッフの満足度、うん、ああなるほど、そうだよな、そこが嬉しいと思ってやってなかったら会社は伸びてはいかないでしょうね。そうですね、自分もやっぱ働いてる時そうでしたから、うん、満足度があったんで。なるほど、ね、自分でやってみてそういうことを感じるんですね。今やる立場になって。そうです、感じます。もうそこだけはもう決して薄くしないように、うん、もうそこをポイントにしてやっていこうと。社員は幸せだよね、うん、そういう思いがある人にやっぱ感じると思うからね。ああ考えてみてくれてんなとか、うんうん、僕なんかもそうなんだけど、サッカーが仕事になっちゃうと面白くなくなっちゃうんですよ。ああはあ、はあ、ずっと戦術ばっかり頭の中で叩き込まれるじゃないですか、戦うぞっていう。そうすると仕事になるんですよ。だけど本体は楽しみで始めたから、こういう駆け引きがこのゲームには面白いんだっていうのはあるじゃないですか、うんうん、あります。楽しみっていうことを忘れさせない監督は素晴らしい監督ですよね。時間的にはそのポイントがですね、まだまだなんで勉強中ですね。今楽しむという部分を多く取り入れる会社作り、これも経営のポイントだと思います。今のお話につながってくるかもしれないんですが、今後の目標は何ですか？お客様がですね、その家を建てたりリフォームしたり、そういう時にですね、もっと違う商材を提供しようと、無垢というものをですね、入れていける住宅作りをこのイメージして、そしてスタッフのですね、教育ですね、この制度をですね入れていきたいと考えております。はい、最後になりますが、はい、清水さんの格言をお願いします。失敗というのはたくさんあると思うんです。でも失敗をですね、この運のせいにしない。なるほど。運がなかったんだよと言われるだけではなくて、必ず、努力を惜しまずし続けると、ということ、これが私の格言となります。お粗末ですけど、ね、いやいやいや、勉強になりますね。本当に松本さんのご活躍を記念しておりますので、ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ続いてご紹介する企業様なんですが、お二人は40年後50年後どんな生活を送ってたいなっていう夢ありますか？40年後、はい、いや生きてたらいいですね。まずはそこからですね。ね、健康第一。いやもちろんね、挑戦ね、チャレンジはしてみたいけど。そうですね、40年後はまだね、全然。いや私もこんなだと思うんですけど、ね、今20歳だから60くらいですね。ちょっと待って、それは年齢差しになっちゃうので、あれですけど52。はい、えいちゃんどうですか？うちの祖母がずっと着物を着てる人だったので、毎日着物をおばあちゃんになってよぼよぼでも生活着物を着てできてたらいいなっていうのが一個みんな夢はね、はい、ありますね、はい、最初に答えた僕は何だったんでしょうか、ね、ということで続いてご紹介する企業様なんですが、はい、皆さんの思いお悩みを解決する第二の我が家を展開しています。こちらの企業様です。老人ホーム、それは核家族化が進む現在の安息の地。看取りまで対応し低料金で提供する老人ホームがここにある。株式会社コメディコつくば代表取締役社長富樫雄一。住宅型有料老人ホームグランヒルズアミ、
施設長時は麻子。看護職介護職の研修体制が充実しており、在宅医療介護に精通する医師看護師介護士の連携により、医療依存度の高い方への対応看取りの体制が確立されている。24時間365日ヘルパーが駐在しており、定時見回りやナースコールにも対応しているため、緊急事態にも迅速に対応する。そんなグランヒルズアミについて富樫時和に話を聞いた。かなり寝たきりの方とかもいらっしゃいますよね、はい、そういう方たちも問題なく引き受けることができると、うん、でもう一つは、リーズナブルなですね価格で、はい、ご提供しようということで、まあ、一時金あるところが多いんですけれども、はい、一時金はなしということと、まあ、食費込みでですね15万円以内にしたというのが大きなところだと思います、うん、そりゃもう価格っていうのが現実的なもんだからな、うん、いろんな、まあ、年金でね、うん、なんとかこう済まされるようなコスト、はい、プライスというのは非常に重要なところだと思うんですね、うん、それ以外にもあの介護費用とかですね、はい、医療費用がかかるわけですから、はいはい、開業のきっかけは何だったんですか。あの十数年前2000年頃ですね、うん、平野さんという当時大学院生だったんですけど、はい、彼と出会いまして、彼がまだあの試験官振ってたんですね、あの、基礎医学にするか臨床にするかと迷ってる頃、うん、時代の流れでですね訪問診療クリニックを彼は立ち上げるんですが、はい、十数年間経ってですね看取り自体の対応が変わってきたんですね。どういうことかというと、うん、少子高齢化とか、うん、核家族化とかが進んでですね、あのなかなか家で看取れなくなってきたと、うん、施設で、死ぬ方もいらっしゃいますよね、はいはい、ところが施設は看取りができる対応のところって少ないんですね、うん、平野と意見が一致しまして、まあ、時代の要請だと思いますね、看取りまでできる施設を作るということで、うん、グランヒルズアミを約2年半前に立ち上げたと、うんうん、こういうことでございます。グランヒルズアミさんのハード面、はい、施設の面での特徴っていうとどんなところですか。あのいわゆる住宅型というふうな括りになりますが、18平米以下でいいわけですよ。8畳間くらいの世界でしょうか、うん、そこの中で 21.95 平米なんですね、あの個室が、うん、それはだいたい 13.5 畳あります。大きいですね。でトイレがついてて、クローゼットがついてて、電動ベッドもついてます。なので、まあ、お一人で住むには十分の広さだということ、うん、そうですね、施設ができた当時っていうのは、うん、周りからの反響はいかがでした。パステルカラーでかなりこう元気の出るあのカラーリングになってるんですよ、うん、内外装が、うん、高齢者自体 の施設というのはどうしてもそんな色は使いませんよね、うん、やっぱりあの高齢者を敬うとかそういった思想をですねそういうところに入れてるわけですよね、うん、それであの元気になるあの色合い、そして明るく元気に働ける施設というのを目標にしましたので、あのスタッフがですね、スタッフ、そうですよね、はい、これが重要だと思うんですね。それはもう本当に思うね、うん、スタッフが重要だもん。スタッフ元気なかったらな、うん、そうですね、もうしょうがなくなっちゃう。まあサービスの面も含めて違い、はい、ここはすごくいいところだよっていうところはどこですか。まあ、あの思想的にはあのファミリースピリットっていうのを掲げてるんですけれども、やっぱり家族のように第二の家としてですね住んでいただくというのがあの一つだと思うんですね。介護技術も重要ですけれども、家庭的な温かさが必要だとは思ってます。で一方ではあのうちのスタッフ向けにですねかなり充実した研修制度があってですね、切磋琢磨しているというところで、まあ、あの医療介護看護この辺が有機的にですねつながってですね看取りまでできたり、医療依存度の高い方も受け入れることができるということでございます。ということで実は私ですね、うん、パステルカラーのグランヒルズアミさん、はい、行ってきたのでそちらの模様をご覧いただきたいと思います、はい、9月某日茨城県南部地区最大級の規模の施設であるグランヒルズアミを菅原が訪れた。さあということでグランヒルズアミにやってきました。ここ周辺は緑が多くてとっても空気が美味しいんですが、体
カラフルでひときわ存在感があります。では中に入ってみましょう。こんにちは、平野さんですか。いらっしゃいました、平野です、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ご案内いたします、はい、今回施設を案内してくれるのはグランヒルズアミの開業に携わったホームオンクリニックつくば理事長医学博士平野邦義さん。入り口に入るとすぐ右手の柱に何やらラテン語で文字が。これはもしあなたが愛されることを望むならあなたが愛しなさいという意味でグランヒルズアミの行動指針だそうだ。最初に平野さんが案内してくれたのはこの施設なんですけれども、はい、あのエッジ型に配置されてまして、自分のいる位置が分かりやすいように日月火水木金土の7つのゾーンに分かれてます、はい、日曜は太陽、月曜は空、火曜は花など各ゾーンにはそれぞれのテーマが設定されている。各部屋のドアはお客様のアイデンティティと個性化を演出するために飾り棚に自分の思い出の品とか、あとドアの色も各個室が違ってますし、窓の高さも微妙に変えてありまして、個別化しやすいようになってます。個性あるドアは横から見ると窓の位置が各々違い波打っているように見える。人生の先輩である入居者の個性を多彩な色に例えているんだとか。今度ご紹介するのはこの部屋の中でして、はいはい、モダンデザインの父ウィリアム・モリスの壁紙を大胆に使用しています。ウィリアム・モリスの壁紙が演出する明るくシックな部屋で住居者はそれぞれの生活を楽しんでいる。さらにツインルームの夫婦部屋は特に大胆に使用している。じゃあ次はお風呂をご案内します、はい、失礼します。お広いですね。でしょう、はい、あの4種8層の浴室が用意されてまして、こちらあの階ごとに応じて2個の特殊浴槽が用意されてます、はい、利用者にとって食べることに次ぐ楽しみなお風呂。特に要介護度が高いほど快適さを求められるため一般浴槽6槽のほか最先端の機械浴2槽計8槽の浴槽を備えている。緑に囲まれた環境で地域に根ざした医療介護を実現するグランヒルズアミ。しかしもともとは違った施設を作ろうとしていたとか。平野さん、はい、とてもカラフルで大きな施設ですけど、はいはい、最初からこういう施設作ろうとお考えだったんですか。いや、初めは20部屋ぐらいの小さなものを予定してたんですけれども、はい、お客様とスタッフのマネージメントとスケールメリットを考えまして、うん、96部屋、98床用意させていただいてます、はい、時和さんにお伺いしたいんですけれども、うん、実際ご家族の方からどんなお声が寄せられてますか。そうですね、ご家族はあの私たちの施設であの一緒に看取りを体験していただくということになります、うん、で、まあ、もちろんその過程でいろんなことがありますし、いろんな思いを抱えながら毎日来られる、で、亡くなった後にはご家族も施設には来る必要がなくなるんですね、うん、その後にはい、いただくお声はやっぱりとっても寂しいと、あのご家族を亡くなったもちろん寂しさもあるんですけれども、私たちスタッフに会えなくなるのがあの同時に寂しいっておっしゃっていただいてます、うん、だから通ってた場所だし、で、ね、で親しくさせていただいてた場所だしっていう、うん、でそこに思いがね、その第2つ目の、ね、お家だっていうこともあってさ、うん、そういう思いになるんだよね、うん、でそこで最後まで看取りまでね、みんな家族でするわけだから、その場所に入れなくなっちゃうのは逆に寂しいよね、本当にね。そうですね、だから会いに来る人もおられるでしょうね、はい、そうですよ ね、 すね、あの何年経ってもご連絡をしてくださったりとか、うん、寄ってみたっていうことをおっしゃっていただいたりすることもあるので、うん、そういう方が寄れる、まあそういう方って言ったらあれだけども、はい、寄れるスペースはあるんですか。
今まだそこまではないんですが、はい、まあ、私たちの次の目標としてはそれを考えてはいるんですね、はい、施設でお亡くなりになる方が多いので、 そのご家族に対するケア、グリーフケアと申しますけれども、うん、それも順次できるような体制を作っていきたいとは思っております。はい、今後さらに目標っていうのはありますか？はい、そのグリーフケアと同時に、まあ、スタッフの方も随分充実してまいりましたので、研修をみんなで積んでいってもらって、どんどんスタッフが定着してくるといいなと思っております。でまたさらにはよく病院ではマグネットホスピタルと申しますけれども、まあ、それと同じようにマグネット施設という形にしていければいいなと思っております。そういう気持ちが通うスタッフさんがおられたり、そういう施設だったりするから、間違いなくそっちの方に行くでしょうね。私がもし家族だったら安心してそういうことよね、はい、お任せできるなって気持ちになりますよね、うん、預けたくならないところに自分、例えばお袋を持って行けないもんな、うん、で行った時の雰囲気でいやって思ったり感じたりするもんね、うん。最後になりますが、はい、時和さんの格言をお伺いできればと思います。亡くなる瞬間はご本人自らが選んでいるというのが、多くの看取りを経験して私が、思っていることです。はい、亡くなる経過っていうのはご一緒させていただいて、ご家族のお話をたくさんお伺いするんですけれども、その中でやっぱりこの日この時に当然のごとくやっぱり亡くなるべきだったんだなっていうのを本当に感じさせていただくんですね。やっぱりご家族のご都合だったりとか、まあ、皆さんがその亡くなる瞬間に立ち会えるっていうのはなかなかないんですけれども、やっぱりグランヒルズで看取りをやっていると結構そういう瞬間がありまして、本当にまさに感じられるんですね、はい、ご本人がそこを選んで亡くなられているんだなっていうのをすごく感じます、うん、もうなんか温まる話ですね。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、プラス思考を並べ立てて、俺はこうして成功した、だからあなたもこうするべきだと説教を垂れるようなものではない。成功法則が嫌いな人が成功する。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、漫画でわかる非常識な成功法則。この本を書いたのは神田正則さん。自らの経験を生かし書いたこの本は、凡人の年収を10倍にする世界一簡単な成功マニュアルを紹介。お手軽な8つの習慣をただ身につけるだけでお金と自由を手にしたいと考えているあなたに必見の本です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。